井出と申します。井出さん、はい、何かの井出さんで、高校再編推進室の井出と申します。どういう、 こう趣旨でこう開催されたかっていう、その辺のところをちょっと。そうですね、あの今回の第2回というところでよろしいですか。はいはい、この今回の第2回というのは、総合技術高校というものはどういうものかということを、構成員の皆様にご理解いただくっていうところが1点、それから、3校の、統合ということですので、今それぞれの3校がどのような学びをしているのかっていうところを、それぞれにがやっぱ理解を深めていくことが大事じゃないのかっていうところで、こういったあのテーマ設定にさせていただいたところです。ということは、各3校が、まあ、統合するってことを前提に、まあ、会が開かれてるってことでしょうか。そうですね、あの前回もあの第1回で、お伝えした通りなんですけれども、はい、あのこの3校を、一つの学校としてどういう学校にしていこうかというのを地域の皆さんからご意見伺いながら進めていくのがこの懇話会ということになっております。はい、じゃあなんか自分の地域 の、 その学校が成功してしまうんではないかという心配が、ね、結構あると思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。その、まあ、これからあのどういった学びをするかというところを、一番中心に議論していくんですけれども、はい、そのまあ、一番関心のあるところというと、じゃあ一体あの学校はどこにできるのかとかいうところだと思いますけれども、そのそれはまだ決まってないですよね。そうですね、今あの一番は軸に置いているのはどういった学び、今日あの発表していただいたようにどういった学びを3校で融合してできるのかというところが一番でありまして、じゃあその、 あの新しい学びをするにあたってどういったあの施設ですとか高知ですとか、どういったところを活用するのが望ましいかということを、その後考えていくことになるということになりますね。なんかどっかの前例としてその、校舎ができるまでは分校みたいな形になってるっていうような話がありましたけど、まだ場所とかも全く決まってない。あ、そうですね、おっしゃる通りで、これから決めていくということになりますね。うん、はい、いつ頃をこう目処に、ですね、学びがどのぐらいあのちゃんと、固まってくるかっていうところにもよるかと思うんですけれども、うん、はい、まあ、ですので、そうですね、ですのであの進行ごとにその開催の回数ですとか、時期とかもあの全然あの異なってまいりますので、あの一概にあのこのぐらいでっていうことは、はい、申し上げられないところですね。まあ、じっくり時間をかけてやっていこうという、そういう話なんですね。はい、皆様のご理解をいただきながら、あの、まあ、そうは言いましても一番最後にあの皆さんの意見をあのいただいた後、あの私ども教育委員会の方で決定していくことになるかと思いますけれども、まあ、今日は時間がないというようなこともあって、そうですね、申し訳なかったですね、うん、なかなか意見を吸い取ることができなかったと思うんですけども、はいはい、今後は違いますかね。そうですね、あの十分あの意見頂戴する時間をあの作っていきながらというふうに考えております。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまから第2回長野千曲総合技術振興再編実施計画懇話会を開催します。私は本日振興を担当します、更科農業高校教頭の丸山と申します。よろしくお願いいたします。なお本日ですが、丸山様、市川様、香山様は所要のため欠席でございます。開会にあたりご連絡を申し上げます。本懇話会は公開で行います。また後日会議のまとめとして皆様からいただきましたご意見の様子などを県教育委員会のホームページに掲載させていただきますので、ご承知おきください。それではお手元の資料のご確認をお願いします。会議資料といたしまして、第2回長野千曲総合技術振興再編実施計画懇話会講演資料といたしまして、
総合技術高校における学びについて、須坂創成高校学校案内パンフレット、学校紹介資料といたしまして、各校生徒による学校学びの紹介、最後にアンケート用紙でございます。資料についてはよろしいでしょうか。本日の閉会は19時30分を予定しております。よろしくお願いいたします。それでは、開会にあたりまして、高校教育課高校再編推進室、井出篤よりご挨拶を申し上げます。皆様こんばんは。こんばんは。長野県教育委員会事務局高校教育課高校再編推進室の井出篤と申します。本年度当長野千曲総合技術振興の担当と、なりましたので、一生懸命やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日はご対応の中、第2回長野千曲総合技術振興再編実施計画懇話会にご出席くださりまして誠にありがとうございます。前回は令和6年1月11日に第1回懇話会を開催いたしましたが、その折には県教育委員会より高校改革夢に挑戦する学びおよび再編整備計画3次についてご説明申し上げ、校生の皆様方から多くのご意見を頂戴いたしました。その第1回のまとめにつきましてはこの後改めて説明をさせていただきます。本日は須坂創成高等学校の葉山校長先生をお招きし、県内総合技術高校の先進事例といたしまして現在の学びや取り組みについてご講演いただきます。葉山校長先生におかれましては大変お忙しい中ご講演くださいますことに感謝申し上げます。後ほどよろしくお願いいたします。また更科農業高校、松代高校、八代南高校の生徒の皆さんからは各校の現在の学校の様子、それから学びの様子について紹介していただきます。講演発表の後質疑意見質疑応答意見交換等の時間を設けてございます。総合技術高校や各校についての理解を深めていただきますとともに新校の学びについて皆様から忌憚のないご意見をお聞かせいただければというふうに思っております。本日限られた時間ではございますがよろしくお願いいたします。ここで年度も変わり、今回よりこの懇話会の懇声員になっていただいた方より自己紹介をいただきたいと思います。お手元の資料の懇話会の資料の2ページにあります名簿でアンダーラインのある上の方よりお名前と所属をお願いいたします。はい、長野地域振興局の、坪井と申します。この4月から局長を拝命いたしました。生徒の皆さんのですね、健やかな成長と希望の実現、あと地域社会の発展を願っております。よろしくお願いいたします。
さらしら農業高校の PT 会長、田切勇と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今年度、八代南高校 PTA 会長を務めさせていただきます、山崎勇と申します。よろしくお願いいたします。戸村上山田中学校中野義人と申します。よろしくお願いいたします。佐野農業高校農業科部会長の手形拓人です。よろしくお願いします。佐野農業高校教諭の徳武明です。よろしくお願いいたします。松代高等学校の今川千代です。よろしくお願いします。松代高等学校校長の向井健太郎と申します。4月から着任いたしました。よろしくお願いいたします。八代南高等学校ライフデザイン科代表の伊藤奈々です。よろしくお願いします。高校再編推進室主任指導主事宮島直美と申します。よろしくお願いいたします。さらしら農業高校教頭の丸山信之です。よろしくお願いします。松代高等学校、教頭の阿部栄一と申します。よろしくお願いします。松代高校の坂本です。よろしくお願いします。八代南高校教頭桜田智也と申します。よろしくお願いします。それでは議事に入りたいと思います。ここからの進行につきましては藤本座長様にお願いしたいと思います。藤本様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。座長を務めさせて、おせつかりました藤本と申します。皆様のご協力によりまして、内容が充実した小学会になりますように、よろしくお願いいたします。それでは、最初に、前回の第1回長野地区は総合技術校再編実施計画考案会のまとめにつきまして事務局の方から、ご説明をお願いいたします。高校再編推進室の山崎でございます。よろしくお願いいたします。それでは次第の資料の3ページの方をご覧ください。こちらにあります第1回長野地区間総合技術振興再編実施計画懇話会まとめ案をご覧いただければと思います。上段の日時から当日資料まではご覧の通りでございます。中段にあります会議事項について括弧1にありますように座長選出では藤本厚生委員を座長様に2回選出をさせていただいたところでございます。次に事務局から高校改革夢に挑戦する学びについて説明し質疑応答および意見交換をしていただきました。その質疑意見交換の用紙を下段にまとめてございます。様々な角度からのご意見
ご質問をいただきました。矢印の印についているところにつきましては、県教委からの回答というところでの内容をまとめさせていただいたものになります。また各校を代表して参画いただいている高校生からは、総合技術高校となることは幅広い進路が得られ良いことであるといったことや、それぞれの高校で大切にしている学びの理念をそのまま残し新しい学校を作ってほしい、また講話会の内容を生徒にも伝えてもらえることで生徒自身がこれから社会をどのようにしていったらよいのか考えるきっかけになる、生徒の意見を大切にしてほしいといったことなどを意見とし、また要望をいただきました。以上となりますが、内容のご確認をお願いいたします。なお今後の講話会、第3回以降の講話会につきましても議論を深めていただくために、講話会の冒頭でこのように前回の振り返りを行います。よろしくお願いいたします。なお本日は意見交換をしていただく時間がですね限られておりますので、お配りいたしましたアンケート用紙にご感想、ご意見等もご記入いただきまして、それを振り返りの内容とさせていただければと思ってもおります。ご記入いただく時間は取れませんので、発表中にご記入いただき、講話会終了後に受付の方に提出いただくか、また後日メールまたはファックス、下にですね QR コードがありますけれども、Google フォームにてご提出をいただければと思います。よろしくお願いいたします。以上でございます。それでは今のご説明につきまして、何かご意見等ございましたらお願いします。それでは今のご説明を第1回長野千曲総合技術高校再編計画講話会のまとめとして承認されたということにさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではこのまとめおよび会議資料につきましてはですね、県教育委員会のホームページにも掲載させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは続いて総合技術高校における学びにつきまして、須坂創成高校の葉山校長先生にご講演していただき、総合技術高校での学び、それから取り組みにつきまして皆さんの理解を深めていただきたくお願いいたします。それでは葉山校長先生、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。ですね、本校の学びがですね、皆さん方に少しでもお役に立てればと思ってですね、資料本を用意させていただきました。どの程度ご満足いただけるかあれですが、現状の方をですね、お話をさせていただきたいと思います。まずですね、資料の方からお話しいただきたいと思うんですが、本校はですね、今年で10期生を迎えました。つまり10年前にですね、この表紙にありますように、須坂創成高校になる前はですね、須坂園芸高校、それとですね、須坂商業高校が統合して今年で10年ということです。それぞれですね、そこに下に書いてありますように年度をまたにしてといいますか、それでですね、須坂創成が45年に、須坂園芸がですね、昭和45年、それから須坂商業が46年に甲子園というようなことで出場している学校でもございます。それぞれですね、特徴がある教育をずっと実践してきたわけですが、地域のニーズもありまして、2015年にですね、須坂創成高校に統合された。現在本校はですね、農業科、産学科、産学ですね、それから工業科につきましては創造工学科、これは機械ですが一学科、それから商業科が産学科ということで、全校生徒数が現在ですね、在籍している生徒が827名ということで、学校運用させていただいております。
それがですね、今度ですね、今あの皆さんと同じようにですね、実は私あの明日は須坂新興の地域公安会にあの出席するわけですけれども、2029年にはまあ公明党全決まっておりませんが、今度は須坂創成高校ですね、須坂日立高校が統合し、農は複数科に、農業科が2、工業科1、商業科2と、まあ、あくまでもこれは想定です。あの確定ではありません。最終検査通っておりませんので、計7クラスということで、新しく編成をされるというようなことで、現在進んでおります。それでは1枚見せていただきたいと思いますけれども、ですね、須坂創成高校がですね、どういうふうに誕生したかにつきましては、2ページの方にですね、書かせていただきましたけれども、どんなのニーズがあったかというと、まあ、専門力と創造力を有する、地域の産業の担い手を育成するため、産業教育の拠点にふさわしい学校を、学科を、まあ、設置するということで、設置をいただきました。そこにですね、工学会は計13回、公明変更は8回というような会議を経て、いるというんですけれども、で現在ですね、宇都学校どんなのところから生徒が来ていただいているかというんですけれども、ですね、令和4年から6年までの数字を出していますが、実はですね、多くは長野市から来ていただいているという現状でございます。地元の須坂上高につきましては約 40% でありますが、39.5%、長野市からは 53.6% というのです。これはですね、あのまあ、長野電鉄がすぐ学校の近くに駅がございまして、徒歩5分ぐらいで須坂駅に行きます。非常にあの便がいいという部分。それで、長野 の, あの北側といったらいいんでしょうか、あのそちらの方のですね、中学校さんから、まあ、多く来ていただいている。多く来ていただいている学校さんなんかは、1学年にですね、50名程度来ていただいているというのは学校もございます。そんなことでですね、長野市が多く来ていただいているような学校です。で次にですね、進路についての話をさせていただきます。ですね、ベースに、ベースと言いますか、この資料のですね、9ページの方をご覧いただきたいと思うんですが、あのそこにですね、太字で、書かせていただいている学校がございます。これはどうして太字になっているかというと、例えばですね、城西大学の経営マネジメントについては、実はこれ農業科の生徒がいるんですね。要は、違う学科の生徒を、例えば私は農業科の人間ですけれども、農業科の人間が工業高校に進学させるときに、申し訳ない、私には工業の知識がないので、じゃあ行きたいになったら誰にお願いするかって言ったら工業界にお願いすれば指導いただけるじゃないですか。あの私もですね、以前南農に勤務している時に、私は農業経済が専門なもんですから、あの弘前大学で、いや担当者は家事なんですけども、家事に高い科の生徒が行きたいっていうと、その生徒を指導してください、ある意味脅迫状みたいに来るんですけども、その生徒を入れなければいけないっていう信念のものにやってきますよね。でもじゃあ農業科の人間が工業の生徒を指導するというふうに担当にされた時は、もうこれは恐怖でしかないです。でもうちの学校には工業の先生がいたりとか、商業の先生がいる、農業の先生がいる、違う学科の生徒をそれぞれの学科の専門生徒が指導していただける、これがある意味総合技術のメリットだと思います。ですのでここを太枠に太字にさせていただきました。あのそんな部分でですね、この行き先をご覧いただけたらと思いますが、ルールは見ていくとですね、時間がかかってしまうのでまたご覧いただけたらと思いますが、あとでも出ますけれども、うちの工業科はですね、全員がデュアルシステム、デュアル研修というのを企業の方に行っております。あとで詳細出しますけれども、これによって地元の企業に行って、うちの学校の生徒が一生懸命やってくれると須坂創成いいねってなる。それで工業が実はうちの学校の就職を引っ張ってくれてます。あのやはり見た目でいくとどうかってわからないじゃないですか。大体あの誰でもパッと見た時に第一印象で見ますよね。多分私最初に会った人は背が高くて一括になると思われるかもしれないけど、話してみるとこいつは違うかなと思ってもらうと幸いなんですが、高校生もその場に入って実習をさせてもらう、そのことによって、あ、創成の子たちってこんなと一生懸命やるんだ、まあ、こういうところは変えなきゃいけないなという意見が出てくるんですけども、そういったことで、まあ、地域に出ていって前足になっている。で、
新校になるまではどうなったかというと、当然工業館ありませんので、新校になるときに今日もそうですが、いろんなの方々、企業の方もいればということで来ていただいている、そういった方たちが新校になるときにやっぱりバックアップ応援団として、いろんなですね、組織を作っていただいているんですね。そして受け入れていただいている、地域に支えられているのがあの総合技術だなというふうに思います。今まで自分が回ってきた学校の中においても、特にあの地域のバックアップが本当にあの頂けているなというふうに須坂創生に勤務してですね、痛感しているところでございます。で、まあ、大学 22% とかありますけれども、これは生徒が行きたいところに行けるようにですね、あの地域のご支援をいただきながらやっているというふうに、あのまあ、景気非常に良いというのもありますが、就職等面も含めてですね、100% 自分の希望しているところにという部分で、進学就職ともさせていただいているという部分です。で、ですね、須坂創成高校の学びという部分ですけども、あのうちは先ほど申し上げましたように、同校所3学科あるわけでして、現在ですね、農業科についてはそこにあるように3学科で、7コースですね、工業科につきましては、総合工学科につきましては2コースに分かれています。商業科についても3コースに分かれて、それぞれの専門学習に励んでいるという部分です。まあ、農業科の部分につきましては、大きな人数のばらつきはないというふうに、まあ、中で見ますが、しかしながら商業科、この括弧2って書いてある一番上のところですけれども、その上の行ですけれども、会計科が90、それから IT が9、マーケティングが16、大きな開きがございます。なんでこんなに開いているかというと、会計科はですね、いろんな資格を取るっていう部分で、進学を考えるときに、どうしてもあの商業系の大学については、簿記の何級を持ってないとっていう部分があって、ですので、まあ、進路に応じてっていう部分です。なので、調整はしてない。ゆえに、こういった数字になっているっていう部分で、ご理解いただけたらと思います。つまり、生徒の進路に応じたコース選択をしてもらっているという部分です。で、学科連携の部分について各2の部分ですけども お話をさせていただきたいと思います。ですね、パンフレットをですね、開いていただきますと、本校の教育課程表がございます。開いてですね、いただいて一番下のところですね、そこにですね、学科ごとの教育課程があります。そこで見ていただきたいのが、それぞれのですね、教育課程の右端ですね、ロングホームルームというのが縦にグレーな色で灰色で縦にあるかと思うんですが、その隣です。学科連携科目がここに入っているんですが、1年次産業基礎、2年次学科連携、3年次課題研究、ここの色がですね、水色といいますか、ブルーで塗りつぶされているかと思いますが、これが本校の特徴です。1年次の産業基礎につきましては、資料の方にもさせていただいておりますけれども、まあ、地域を産業を学ぶという分のものになります。で、まずですね、1年の時に共通履修をします。この3つの方がですね、同じ内容を共通履修をして地域を知る。そして、2年次はですね、多学科の専門科目を学んで、お互いに乗り合っていますけれども、そして、3年次の課題研究においては、学科の枠を超えてですね、今の、今日お見合うですね、3校については、それぞれ専門家ありますが、専門家独自の課題研究だと、のはずだと思っています。で、本校はですね、横並びってどういうことかといいますと、木曜日のにですね、3時間、課題研究の時間なんですが、その時間がですね、農工省と同じ時間帯のみにしたんですね。ゆえに、違う、ですね、今年一つだけというのが出てきますが、一つのテーマについて、それぞれの学科を生徒に選択をして、3学科の職員が教えるという授業を作った。これは、やろうと思えば、違う学校であれば、どこかに行かなきゃいけないんですね。前任校の須坂、前任校は私、下高い農林だったんですが、下高い農林もですね、長高さんとコラボをさせていただいたりとか、松野高校さんとコラボをさせていただきました。その際には、長野工業さんの方に生徒が行く、ないしは、松野高校の先生に来てもらって、商業科の先生に来てもらって、指導してもらうというようなことで、生徒間がその場にいて交流ができるわけではないものですから、非常に効率的でよくはないですね。先ほどもあの、安井美奈美さんのですね、駆動デザインの生徒さんに行くときに、以前、富士見高校さんとね、トマトのことで交流をされている。あ
ああいうのが敷地内にあったらどうですかって言ったら、うわすごくいいですねっていうふうに笑顔で言っていただいて、非常に助かってコメントをいただいたんですが、ありがとうございます。そんなのがですね、本部は依頼してできるというふうに、ただしですね、次のページをご覧ください。最初からそれができたかというと、実はそうではなかったんですね。本部はですね、21年に開校しているわけですけれども、21年までの新入生までは、それができなかった。どういうことかというと、本部は年次統合だったんですね。いずれ皆さんもですね、年次統合にするか、一斉統合にするかということを議論される時が来ると思います。須坂新校については、もうすでに方向性を出してあって、一斉統合です。一斉統合というのはどういうことかといったら、ある年にどっと一つの学校に生徒が集まって勉強する。年次統合って何かというと、映りますが、須坂園芸と須坂商業さんはですね、校舎ができていなかったりもしたものですから、徐々にって言って、校舎が出来上がった段階で一緒になって、つまりそれまで別々の学校にいたんですね。で、学科連携科目はどうしたかというと、教員が相手の学校に行って授業するという学期だっていた。つまり生徒が一緒になって、違う学科の生徒が同じ場所で授業するとはなかったんです。というように、教員同士の交流ですよ。これだと総合技術の意味はなくて、その下にも作っておきましたが、実はですね、植物工場、これはですね、須坂創生、今の敷地にですね、旧須坂園芸の敷地ですけども、工業と農業は須坂園芸の敷地にした、今の須坂創生の敷地にいるので、この2学科については植物工場ということで、お互いに連携してきたんですね。ゆえに、もうすごいなと思ったね、工業の先生は。うちで温室があって、温室に今、トマトが植えてあるんですが、自動で収穫する装置を作ってくれるんですね。私みたいな農業の人間は全く想像できないことが、プログラムを組むとちょこちょこっとできちゃうんですよ。このすごさっていうのは、もう本当にぜひ一緒に授業をやりましょうって言いたいくらい感激をするんですね。それで一緒に授業をやったりしている。それがあっただけです。あとは全く一緒の学校になっても、総合技術になっても別々になっている。だから全くメリットのない学校って言ったら失礼なんですが、それだけ校舎が一緒にならなかったものですから、ただメリットはありますよ。生徒数が多くなったので、クラブの大会に行くとも、実は今日本校の総合会だったんですが、それは全てが単独チームで行きますので、それは良かった。ただ学びについてはという部分でいくと、ということでご理解いただきたいと思います。で、その中断のところに丸印をしておりましたが、大幅な見直しということで、教育課程を見直してですね、2019年から検討を始めて、22年の新入生からですね、教育課程を変えました。変えて先ほどのような形になって、どういうふうに内容が変わってきたかというと、要はですね、お互いに授業をやりましょう、農業と工業が一緒になって授業を担当しましょう、生徒がお互いにですね、乗り合わせの授業をやりましょうということで、教育課程を変えました。この元気になったら何かと言いますと、実は総合技術高校って現在に3校ございます。私どものほかにですね、東進に行きますと桜井総合技術高校があります。南進に行きますと OID 長姫高校がございます。この実は3校はですね、ここの中間に書いてありますように、総合技術部会、研究会っていうのがございまして、教員同士がですね、お互いに年に1回は必ずやるんですが、お互いの学校に行きながら視察をするんですね。私もですね、実は8年、9年前ぐらいなんですが、高校現場にないところに勤務させていただいたことが一年ありまして、その時に、上司からですね、お前その3校見てきなさいって言って言われて、見に行ったことがあったんですね。で、その会に出させてもらった時に、本当にその校長とか教頭が出ても私はしゃあないと思っていて、教員の先生方が出ていてですね、お互いに意見交換をして、ここにすればもっと柔軟な学びができますよっていうことをやっていた。当時OID 長姫高校さんに行かせていただいたときに、私すごいなと思ったのが、実は選択項目を出すときにですね、 OID 長姫高校さんはこんな出し方をしたんですね。生徒にどういった力をつけたいかということを学科連携会議の中で話をするんです。そこで商業科の生徒には工業科のこういう力をつけたい、だからこういう科目を設定している、センター科目ですね。逆に工業にはこういった科目を設定してくるって言って、
センター科目を生徒目線で作っている。とかくですね、教員忙しい部分があったりして専門もあったりするので、こんなこと言っちゃいけないんですが、教員が出しやすい科目っていうのはとかくね、先生あったりすることもあるんですが、そういった目線でですね、生徒目線でやられた。ただ須坂創生はそれができるかっていうと、敷地が違うからできないじゃないですか。須坂商業に行っての敷地に行って農地があるわけじゃないから、そこで野菜の科目をやるって言っても残悪しかできないということで限られてしまうんですね。それが OID さんと違ったっていうので、それも刺激になっていてこういうふうに変わってきたっていうんでご理解いただきたいと思います。で、現在の本校ではですね、例えばそのページにあります、農業生産技術については農業の教員がやってるんですが、工業の生徒さんが5名、商業の生徒さんが15名というようなことで、やってます。で、その下に一番下のからですね、2行目のところにですね、地域創生という事業があるんですが、ここは農業が19、まあ、工業よりませんけれども、商業が21という部分で、事業を実施をしているわけですが、資料の方のですね、にそのこうまとめの方を入れさせていただきましたが、ですね、ですね、はい、なんてごめんなさい。ですね、実はですね、まとめの部分は実は作ってあったんですが、すみません、本日は入ってないかもしれないんですけども、ですね、商業の生徒がこんなことを言ったんですね。作物って植えたら収穫になると思ってた。皆さん家で農作物を使われている方は皆さんはぁって思うかもしれないんですが、去年の大寒、干ばつですよね、雨となって高温で、連携で森吉小学校さんに来ていただいて体験をしてもらったんですが、半分ぐらい収穫に至りませんでした。生徒は一生懸命水をくれたりしましたけども、で、その時に商業科の生徒が、農業科の授業って初めてやってみたけども、こんなことなんだ、作るって大変なんだねっていうふうに言うんですね。あ、当然です。実は私サラス農業高校に勤務した時にですね、農業クラブ全国大会の事務局を担当してまして、全国から4000人以上の生徒を集めて長野市を会場に大会を運営したんですね。で、当然お金がないもんですから、伊藤園さんという会社に行ってペットボトル500ミリリットルをですね、4000本ほどダサいってお願いしました。寄付していただいたんですが、その時にですね、伊藤園の広報室長さんがこんなことを言いました。本我が社は、営業マンは入ったら必ずどこに行くか、まず最初に研修をするのはお茶農家に行かせますって言うんですね。どうしてですか。多分答えは想像できたんですが、作る人の思いを知って売らないと本当の営業マンになれないって言うんですね。私なんか農業界の人間ですので、商業高校の皆さんがよくテレビに出るじゃないですか。某メーカーと協力して七味唐辛子ですか、そうそう企業さんわかると思うんですが、作るときに、でも原料作ってないですよね。アイデア出したら商品になっちゃう、美味しいですよね。でもその人たちが本当にそのモノから作ってくればということは、商品を売るときの思いが違ってくると思うんですね。で、農業高校の場合にはただ加工するんではなくて必ず原料を作ります。買ってきません。買ってくるも負けますが、なぜかっていったら、それを作ってどういう材料がいいのかって見分けをしないと作る意味ってないじゃないですか。で、商業の生徒さんがうちへ来て学んでもらうのはそういうことなんですね。逆に農業界の人たちはどうかというと、実は私は大学では農業経済ということを学んできたんですが、実は農業経済の先生方は何を言うかというと、教授ですね、売れないと商品じゃないんだよ。で、大学教員になってから農学部に研修に行かせてもらったんですね。農学部の教授はこう言ってました。いいものを作れば売れるんだ。そうでしょうか、はい、要は物ってマーケティングをしたりとか、いろんなそのラベルも含めてですね、そういったことをきちっとしていかないと価値を価値として売れないですよね。で、それを農業科は商業科から教わる。これがうちの学校のメリットだと思います。それを求めてうちの学校に生徒が来ているんだというふうに思っています。そんなことが実は先ほどのですね、地域創生という事業の中でも
小学校の生徒に来てもらって農作物を作ってもらう、これは農業高校でもやっています。うちは創生フィアードがございまして、長商さんの人と長商デパートです。それを想像していただければいいです。それを3学科でやっている。そこにもですね、森上小学校の生徒に来てもらって売ることまで体験してもらった。やはりこれは総合技術でないとできないですからというふうに思います。今日総合技術の説明をしなさいということなんですから、総合技術のメリットを説明させていただきますが、そんな点でご援助いただけたらと思います。ですね、あと他にもいろんな授業がございますが、見ていただくと、植物工場もそうですが、先ほど言ったように農業科の教員だけではできないことが工場の教員が言うことで、光がどうのこうのとか全部そういったことをやっていただく。以前ですね、今日来ていただいている唐津の農業高校の教授さんの丸山先生もですね、香港にいてその授業を担当してましたが、やはりですね、それは農業科の教員だけでは補えない部分をやっていただけるという部分です。で、今年度、先ほど言った課題研究については、須坂市外地のですね、収穫向上に向けた、収穫向上に向けた取り組みということで、横並びの授業の中でですね、こんなことをさせていただくという部分です。これもですね、参加いるから、要するに、3人おれば本日の知恵じゃないですけども、違う知識を持っている人たちが集まるから、いろんなアイデアを出せるというのが、総合技術の強みかなというふうに思っています。また資格取得につきましてはですね、それも資料の方に入れておきましたけれども、本校いろんな資格を取得をしています。13ページをご覧ください。13ページのところでですね、資料を載せさせていただきましたが、すいません、表紙は本校の宣伝ですが、もし興味がありましたら一般公開をお越しいただけたらと思いますが、ですね、16ページご覧ください。ここにですね、小型車両系建設機械とかですね、フォークリフトでございます。この手の資格というのは農業高校どこでもやっております。それをですね、高とか小の生徒が本校の敷地において勉強ができるというの、町の町にですね、中部労働組合教習センター長野会場ですか、これは多分町にあると思うんですけども、そこに行かなくてもですね、本校に長居できるいうことです。これはいろんな資格を取ることによってですね、持ってるだけで資格は邪魔になりませんし、進路が広がるという部分で、お互いの学科のメリットのあるものをまとめ合えるというような感じ。ただ残念ながらですね、じゃあ僕の2級を農業界、商業界、農業工業界が取れるかといったら、これ講習をして何日かの間に缶詰になるといいますか、5日間ない3日間の間で取れる資格なものですから、この資格については取り合わせとっている。僕の2級をじゃあ1回やったら取れるか、そんな甘いもんではないもんですから、お互いに取り合わせができてないという部分でご理解いただけたというふうに思います。そんなところでですね、資格取得につきましても、いろんなところで取り合わせかなりやるというふうに、それによって支援というふうにつながっているというふうにご理解いただけたらと思います。地域連携、先ほど疑惑の話をさせていただきましたが、その結果がですね、ベースのですね、19、20ページの方にございます。またご覧いただけたらと思うんですが、実は昨年ですね、生徒のですね、3年の生徒がリアルシステムに行って帰ってきた後にですね、聞いてみたんですね。正直言って、行ってよかった、もう一回だったら行きたい、どうっていうふうに聞いたんですね。私の想像は、半分以上の生徒が学校にいた方が時間的には制約もないから、いいなっていうふうに手を挙げると思ったら、案の定を投げられまして、結果は、39名が行きたいという手を挙げました。なんでっていうふうに聞いたら、本当に楽しいんですよ。長野市の、長野さんのすぐ近くにある会社にもですね、研修で行かせてもらったんですが、その生徒がこう言いました。普段はやらせてもらえないことまでやらせてもらえた。本当に嬉しかった。だから今から行っていいって言われたら行きたい。あるゴム会社に行った生徒はですね、スーパードールを作りなさいって言われたんですね。研修なんかものづくりの楽しさを知るっていうことどういうふうにやったかって、あなたが一番反発する割合を考えてスーパーボールを作りなさい。私もやってみたいと思いました。はい、ダッシュ村のような、メディアの宣伝しちゃいけないか世界だと思ったんですね。大人になっても遊びのそんなことができたらいいな、それを高校生に授業、授業として言っているのでやらせてもらえる、
こんな素敵な授業ってないな、まあ、それだけ企業の方たちにですね、協力いただいて本当に感謝しかないんですが、そしておかげでこういう数字になっているという部分です。そんなふうにご理解いただきながら見ていただけたらと思います。そして、地域ですね、政府は良さを知って地域に出ていく。先ほど進学も多いという話をしましたが、多くは帰ってきます。なんでかって言ったら地元のに愛されているということを実感するんですね。そんなところで帰ってきているという部分でご理解いただけたらと思います。次のページですね、次のページは何ページかと言いますと、ですね、利害の関係のところですので、5ページですか、のところにですね、何日とか書いてございますけれども、それだけまあ、3年生をですね、おとといですか、決算式やりますけれども、3年生がと、今年度は8日間。ですね、2年生は5日から3日から5日を2回というふうに実施をしてますけれども、それ非常に充実したものに企業のご理解のもとにさせていただいているというんです。で、今後の課題につきましては、まあ、本校の須坂創生の課題です。やはりですね、地域と連携した学びをやってくれていくと、やっぱり職員の業務経験というのもありますし、地域とどうやってつないでいくか、そういったコーディネーターをぜひ、設置をいただかないとなかなか難しいかなというのが出てきています。それから須坂新校の学びの充実に向けてですね、両校の生徒職員の交流という部分が課題、これは須坂新校に向けてですけれども、やはりですね、先生方が来てほしいという、まあ、校長の立場から言うと学校にしていかなくてもいい、地域のいろんな技術があっても、それを全部入れてくれるかというと、そこをどうしにしていくかということが非常に課題かなと思う。次にですね、須坂新校の開校に向けてという部分です。すいません、時間をおっしゃってて申し訳ないんですが、ですね、ここに書いてあるような形で実施をしてきました。それからですね、次のページに行きますと、須坂新校の敷地については、まあ、本校の敷地を使うということで、これを決定をいただいています。理由は、やはりですね、総予算もございますし、駅からの距離、それから農場の補助というようなことで、まあ、本校を使うということで、ご理解をいただいています。で、想定される学科は先ほど申し上げたように7学級規模の学校というので、開校はですね、令和11年度開校ということで話を進めております。明日も細かにあるわけですけども、そこで、今度は建物についての計画を等々を進めながら、今進めているというようなところです。これからの長いについてはあそこに書いてありますようにということでご理解いただきたいと思います。で、時間も押してますのであれですが、ワーキンググループ、それからワークショップ、ワーキンググループというのはこれ何かというと、教員とですね、が、どういうふうにこの施設を作っていくかというふうなところで今やっているというふうに見ていただきたいと思いますが、今後教育課程のワーキンググループができるとか、生徒会、それから自主活動ですね、そういったものをどういうふうにしていくかというのは、ワーキンググループも今年立ち上げる、それから教育課程をどうしていくかというのを作っていくというのがあるんです。ワークショップは地域の人にも来ていただいて、まあ、これは県主導でやっているものです。最終ページをご覧ください。再生に向けてですね、校内の職員がどういうふうに捉えているかというんですが、非常にですね、早く統合にしていきたいというふうに考えていろんなことを進めていく。それはなぜかというと、本校ですね、7クラス規模ですけども、体感は須坂園のものです。5クラス規模の体感。今度須坂新校になるとそれが7クラス規模の体感に変わるという部分で、充実した学びができる施設にはなってないです。それを新校になることによってということで、今なっているものですから、それに向けて早くという部分でいろんなものを我慢してやっているというのが現状です。じゃあ今後の課題という部分で、まあ、職員はそうです、まあ、同窓会も含めて地域はどうかというと、同窓会もですね、須坂東の同窓会長がこの前言われているのは、自分たちの学校を使わなくてそれもいい、それから創生の学校に行くことが生徒の利益であるということも理解していただいて、ただお願いしたいのは生徒の学びに即した建物にしてほしい、そのことだけが言われるというふうで、非常に応援をしていただいている地域も応援をしていただいているというのが須坂新校です。大変ありがたく思っています。今後の課題といいましては、両校の交流を進めるというふうで、実はですね、本部は弓道場がございません。須坂東に今、弓道の部活につきましては、本校、須坂東さんの方に行って練習をしています。で、そういったことで交流をする。で、今年度については、ですね、文化祭に相互に出展をするとか、といったことで、生徒の交流をまず進めていこう。
そうすることが教員もどん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 距離が縮まっていくというようなことで、ここに書いてあるようなことでですね、交流を進めているという部分です。両校の職員もですね、何回か会いながらやっているという部分、いずれはですね、令和8年度ぐらいにはクラスマッチも一緒にできたらなというようなことで進めているということです。最後、バタバタしてしまいまして大変申し訳ないですが、本校の紹介を続けています。ぜひですね、筑波新興さんがですね、生徒の未来を生徒にとってですね、充実した学びの学校になりますよ、心よりお祈りさせていただきます。本日はありがとうございました。はい、もうご説明ありがとう、ご意見をですね、お聞きしたいところなんですけども、時間をしてまして、今日は3校の哲さんから各校の学びの様子をぜひ発表していただきたいと、そのために時間を取りたいと思いますので、大変申し訳ないんですけども、ご意見ご質問とありましたら、じゃあ一人だけですよ。はい、お願いします。すみません、筑波市の委員の明石と申します。申し訳ありません、意見ではなくてご質問よろしくお願いします。素晴らしいお声ありがとうございました。2つお聞きしたいんですが、よく2キャンパスとか3キャンパスとか聞くんですが、今の須坂さんの携帯はどうなのかというのとですね、新婚ができた場合はどういう形が予想されるのか、1つですね。2つ目は総合技術部会、3部あるとおっしゃいましたが、総合学科部会っていうのもあるんでしょうか。あるとすれば、何部あるか、その辺ちょっとすみませんですね、お時間ないところ、よろしくお願いします。ですね、キャンパスについては、私の思いはですね、ある学校なんかはキャンパスが2つあって、でも部活は1校じゃないですか。バスの移動とかすごく大変ですよね。うちは全部本校に生徒がいるものですから、部活についても今常に交流ができる。ですので、私はワンキャンパスだっていうふうに思っています。ただ、いろんな学校さんの事情があるでしょうから、私はその学校に勤務したことはございませんので、私の勤務経験でいくと、やはり一校に、須坂園芸と須坂商業が一緒になった時には別にいたものですから、それでいろんな弊害があったっていうのは先ほどお話した通りですので、やっぱりワンキャンパスだというふうに私は思っています。じゃないと、生徒が普段の交流ができない。しにくいっていうのが、メリットはメリットは何かあると思うんですが、デメリットもあるかなというふうに思います。総合技術部会、創業技術部会、農業部会とかそういう、ね、先生部会のことを多分言われてると思うんですが、総合技術部会あります。3校が総合技術ですので、3校が入っていて、校長同士の会議もあって、そこには農工商部会長さんも来ていただいて会議をしながらいろんな調整をしたりする、それは実際になっております。総合学科部会というのはあるんですか？総合学科はあります。あって、じゃあいくつあるかっていうと、それ私よりも山田先生の詳しいと思うんで、6つですよ。はい、以前山田先生、理事会に行かれたものですが、はい。はい、どうもすみません。はい、どうもありがとうございました。本当にせっかくの発表をですね、意見交換して、深めたいところではございますが、ちょっと時間の都合がございますので、各校の学びの発表に移りたいと思います。それでは最初に沢島農業高校の生徒の皆さん、準備をお願いします。これから沢島農業高校の紹介を始めます。沢島農業高校は沢島郡立越州農学校に始まり、再来年120周年を迎えます。私たち沢島農業高校はスローガンである高能で耕せ自分、高めろ自分を掲げ、日々学習に取り組んでいます。その様子を発表させていただきます。本校では1年次に共通の学びを通して農業に対する関心を高め、2年次より自身の進路規模に沿った4学科8コースに分かれて学習を行っております。生産技術コースでは
主要作物の栽培方法に関わる知識や技術を中心に学んでいます。また溶接や木工技術、作業機械の運転、資格取得など地域産業の即戦力として活躍できる技能も学びます。取得した資格を生かした就職や進学など進路実現される先輩方もいます。さらに日本遺産尾鷲の棚田の環境保全活動にも参加し、農業生産、自然環境に貢献できる技術も学んでいます。流通経済コースでは日本の根幹である水稲生産を題材に農業生産技術の基本を学習しています。また農業技術だけでなく経営、経済、流通の視点からも産業としての農業を考える力を身につけます。特に簿記検定取得にも力を入れており、3年次での全系簿記検定2級の全員取得を目指しています。さらには日照簿記検定2級を取得する先輩もいます。実習データ、農業技術と簿記学習で身につけた論理的思考力など総合的な観点から水稲生産を研究しています。そして卒業後は流通業への就職、経済経営学部へ進学しています。校内で栽培した農作物を資源量とした食品製造技術の学習を中心に取り組んでいます。また栄養価値や安全性など幅広い食品の成分分析や食品加工技術を学び、アンズやリンゴなど地域の特産品を題材に研究も行っています。これらの学びを生かし、食品製造に関わる会社への就職、栄養、調理系の進路を選ぶ先輩がいます。環境科学コースでは、身近な生活環境から地球環境まで幅広く、科学的分析と環境保全について学習しています。地方気象台や下水処理施設などフィールドワークを通じて環境保全の実践的な方策を立てています。また校内にグリーンカーテンを設置し温度変化の研究を行いコンテストで受賞しています。アグリネットワークコースでは農業がつなぐさまざまな交流を重ね、活力ある農業農村作りを目指しています。今農業が抱える課題の一つである有給農地の有効活用として綿の栽培に取り組み、地域連携の研究に力を入れています。スムイライトで AC 長野パルセイドレディースの皆さんへ二三が送り、地元布団店の旗を招いて座布団作りに挑戦しました。多くの交流活動で培ったコミュニケーション能力を生かし、幼児教育や介護福祉などの分野で活躍している先輩がたくさんいます。園芸デザインコースでは花の苗や鉢物の栽培を通し複
草花の知識や技術、フラワーアレンジメントやガーデニングなど、栽培だけでなく草花の利用方法も学んでいます。そして郊外での販売実習や植栽活動を通して地域の方たちと交流を深めています。毎年5月に開催される善光寺花回廊では本校でデザインしたタペストリーガーデン制作を行っています。多くの方が来場され好評をいただいています。今年も5月3日より参加しますので応援をよろしくお願いいたします。では野菜作りの基礎から水耕栽培、ハウス栽培、スマート農業など先端技術を学びます。ナス、ピーマンなどの野菜類、白菜、レタスなどの葉菜類、大根、ジャガイモなど根菜類を多岐にわたる品種を栽培しています。また、栽培会議に必要な農業機械の学習として、トラクターの運転やパッツフォンの操作なども習得しています。農業機械の操作、ICT を活用したエコバッグ栽培を通じ、スマート農業技術も学んでいます。近年は伝統野菜である小森なすの栽培を長野県や地域の方々と連帯し保全に努めています。果樹科学コースでは果樹栽培の基礎から桃、リンゴなど品種特有の栽培方法も学んでいます。また、食品製造の授業で、ジャム、ジュースなど果物の加工や療法についても広く学習します。さらには、栽培管理に必要な農業機械の学習として、トラクターの運転なども習得します。フルーツ大国と呼ばれる長野県で、より多くの品種の栽培管理を経験し、やがて果樹農家として活躍したいという先輩がたくさんいます。最後に農業高校らしい活動、農業クラブについてご紹介します。農業鑑定という農業の知識や学習の成果を競う全国大会に出場しています。本校は農業、園芸、職員の分野から1つ選び、1問20秒で答えていきます。また本校は1年生から栽培を通して探究学習に取り組み、全校生徒が集まり、その学習の研究の成果を発表しています。このように農業学習を中心とした学びを経験する中で、地域の課題や解決策を考え、実践することで将来この地域を担う人材として活躍できるように頑張っています。これで東山農業高校の紹介を終わります。東山農業高校の生徒の皆さん、ありがとうございました。ただいまの発表につきまして、ご質問等ございましたらお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。南山養護学校との交流はコース、その交流するコースがあって、そこでの交流を本当にやっています。
ありがとうございます。他にもう一つくらいありましたか。よろしいでしょうか。それではちょっと時間が迫っててせかしてしまって申し訳ないんですけども、ここで佐々木の高校の皆さんにお礼の大きな拍手をいただきまして。それでは続きまして松代高校の皆さんの発表に移りたいと思います。松代高校商業科代表の今川千代。斉藤琴音です。よろしくお願いします。私たちの松代高校は今年創立118周年を迎える伝統ある高校です。本校の出発は松代町立の農業高校でした。町の皆さんに必要とされ誕生した松代高校以来ずっと大切にされています。当初は真田邸、宝物館、松代文部学校などに隣接して校舎を構えていました。こちらは旧校舎の写真です。今は真田公園になっています。真田公園には学校跡の石碑もあります。そして昭和43年1968年にパワースポットでも有名な水上山のふもとに移転しました。現在は商業課と普通課が併設されています。そんな現在の本校の特色ある学びは次の2つ。本校の特色その1、総合的な探究の時間。その2、課題研究です。まずはその1、総合的な探究の時間。地域の現状を見学や体験をもって認識し、課題を見出し、解決する資質、能力を身につけていきます。1年生の時は、まず松代を知ることから始まります。その名も、松代ぶら散歩。私たちもそうですが、松代の地区外から通う生徒が多いため、まずは松代の歴史文化を知り、松代を知るきっかけとなることを目的に始まりました。松代町は魅力がいっぱいです。私たちは自転車やバスで通り過ぎて自転車やバスで町を通り過ぎてしまいますが、散歩してみると新たな発見がたくさんありました。歴史的建造物、魅力ある人々。私たちが1年生の時は寺巡り、そして町歩きをしました。松代には30箇所以上のお寺があり、私たちが見学したのはその一部ですが、歴史の重さを感じたと同時にガイドの方が本当に丁寧に教えてくださったので、地域を大切にしていることを感じました。そして和尚さんが意外とフレンドリーでびっくりしました。また普段だったら聞けないようなこと、見れないようなことを特別に体験させていただきました。それぞれの建造物がとてもきれいに保存管理されており、タイムスリップしたような時間を過ごしました。そしてこのような歴史ある建造物を大切にしていかなければいけないと思いました。その2、商業科課題研究。この授業は商業科3年生で実施されます。6月までは検定合格に向けての学習をし、7月から地域連携の授業となります。前半の総合探究の時間でお世話になった松代の課題解決のためにできることを探す中で、松代商店会のホームページがここ数年更新されていないことを知りました。松代の商店を何らかの方法で私たち高校生が私たちの目線で情報発信できないかという思いからスタートしました。題して夏子プレゼンツ。取材をし自分たちに撮影した画像を使い店舗紹介のマップを作成しました。こちらがそのマップです。ご覧ください。色のついたアイコンをクリックすると各店舗の詳細が表示されます。取材した店舗の説明と写真がこのようにご覧いただけます。さらにこちらのリンクをクリックすると、
各店舗のより細やかな説明や広告のページを見ることもできます。下の写真は取材で教えていただいたレシピをもとに先輩が実際に作ったものです。器が松代焼きなどもポイントです。本校のホームページに掲載されています。お時間のあるときにぜひご覧ください。昨年度から始まったこの活動の発表会を1月に開きました。協力いただいた商店や商工会議所の方、学校評議員の方にも招待状を出し見に来ていただきました。先輩の感想です。3年間通っていても松代の知らないことがたくさんあると感じた。この授業で知ることができてよかった。チームで協力してこうした方がいいと思うなど意見を出し合って良いものが作れた。地域の良さに触れ知ることができてよかった。プレゼンも回を重ねるごとに良くなったと思う。お店の方にも優しく丁寧に接していただいてとても楽しかった。発表するとき分かりやすいように心がけて取り組めた。地域に貢献できることが嬉しかった。こんな反省もありました。チームで協力すればよかった。もっと詳しくまとめて発表すればよかった。練習不足、グループの仲間に押し付けてしまったこともあった。発表会を見に来てくださった方の感想です。生徒にお店のことを知ってもらってよかった。授業を通じ高校生が自分のお店に来てくれたことが何より嬉しかった。取材を通して創業100年を超えるような歴史的な店舗がたくさんあること、各店舗にはオリジナリティがあってただ通り過ぎてしまうのはもったいない店舗がたくさんあることが分かりました。そして何より私たち生徒が行くのを楽しみに待ってくださっているお店があることを嬉しく思いました。私たちはこの地域の素晴らしい財産をどう発信していくのかを考え、さらに地域の課題を発見共有しどう解決していくのかを地域の方と考えていく、そんな活動に広めていきます。番外として商業科の授業や商業部の活動でこんな商品を開発し取り扱っています。松代特産の長芋を使用した松高カレーデラックス、境村の伝統野菜シシコショウとコラボした松高カレーデラックススパイシー、えのきと長芋そしてシシコショウを使用したとろろなめたけシシコショウ入り、この春新発売の抹チョコ、アーモンドにシシコショウ入りのチョコをコーティングした新感覚のピリ辛チョコです。昨年は県外の高校生の実習販売の商品として注文がありました。シシコショウ入りの商品は栄村の道の駅でも取り扱っていただいています。また京和コーポレーションのアピナでは UFO キャッチャーの景品として扱っていただき、その売上金は県の納税受付サイトガチ長事業にご寄付いただきました。またこんな地域連携もしています。学校のそばの休校地を提供していただきました。今年は3年生の授業でシシコショウと松代一本ネギを栽培する予定です。商店会の連携でポスター作りを始めました。県内の商業高校が集まるデパートユニットや夏祭りなどの地域のイベントへ参加しています。その中で昨年は地元の商店と協力して松代特産の長芋や生徒が作ったシシコショウを使ったお弁当も販売しました。地域の観光施設でも先ほどの松高カレーを常時販売していただいています。このように私たちや先輩方の活動がさまざまな広がりを見せています。地元松代出身の生徒は少ないですが、松代のことを知り地域に目を向け、さらに広い世界を知ることができるよう学んでいきたいと思っています。私たちの可能性を信じて頑張っています。発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。ただいまの発表につきまして、もしご質問がありましたら一つだけ、はいどうぞ。
フレックスジャパンの矢島と申します。素敵な発表ありがとうございました。今の発表を聞いていると、真白高校の商業科の皆さんは非常に町と密着して学んでこられているということですね。商業科の皆さんの生徒にとって地元の町ってどんな存在ですか？教えてください。私は普段自転車で学校に通ってるんですけど、こうなんか松代町に入った瞬間ちょっと景色が変わって、ちょっとこう昔ながらの感じがして、最近はそのすごいそれがいいなって感じるようになっています。はい、よろしければ、はい。私は、バスで松代高校に通学していて、バスの中では、スマホをいじることもあるんですけど、そのたまに窓の外を見るときに、やっぱ同じく昔ながらの景色を眺めてみるのもとても良くて、その松代の街にもたまにお店にも邪魔することがありまして、そのお店の方もとても優しくて、とても親切にすごい接していただいているので、そこが私は松代町は大好きです。ありがとうございます。ありがとうございました。松代高校の皆さんありがとうございました。大きな拍手をお願いします。それでは続きまして、八代南高等学校の生徒代表により受けたいと思います。準備をお願いします。竹下です。よろしくお願いします。八代南高校は、多摩市にある創立110周年を超える歴史と伝統を持つ学校です。通科とライフデザイン科の2つの科があります。現在は3学年合計で12クラスあります。校訓は誠実自発です。左下は校章で、中央にある桜には学校の敷地内の桜とともに誇りを持って育ってほしいという願いが込められています。校訓の誠実自発のもと、学校内での学習はもちろんですが、地域や企業、他校の高校生と共同して日々学習を深めています。八代南高校では学校生活や地域と連携したさまざまな活動を通して、主体的に学ぶ姿勢と健康で豊かな心を持った生徒の育成を目指しています。次に普通科について説明します。普通科は1クラス27名以下の少人数編成になっています。現在は普通科が1学年3クラスの合計9クラスあります。自分の夢に向かって努力しながら、基礎基本を大切にした学習を日々積み重ねています。写真は日々の学習の様子です。グループでの学習や地域との交流の中での学習もします。 2,3 年時は多様な選択科目があり、興味関心に応じて科目を選択します。昨年の12月には1年間で取り組んだ3級の学習の発表を千曲市アンズホールにて行いました。1から3年生の代表者がたくさんの来場者の前でパワーポイントを用いて学習や研究の成果について発表しました。また生徒会活動に参加している生徒も多いです。左上の写真は地域のおたべ祭りに参加している様子、右下の写真は毎年生徒会で行っている八代駅前のイルミネーション装飾の準備の様子です。このように課外活動にも積極的にチャレンジしています。続いてライフデザイン科について説明します。全身が皮膚科である家庭科の専門科です。ファッションデザインコースとフードデザインコースの2コースを設置しています。各学年1クラスの合計3クラスがあります。最初はファッションとフードの両方を学習し、その後各コースに分かれて学習します。まずファッションデザインコースについて説明します。
ファッションデザインコースでは1年時に被服制作に関わる基礎的な知識、技能を身につけます。また1年時の後半には菊間市の高齢者の皆様のために楽々寝巻きを作っています。右上の写真は制作した寝巻きを菊間市長様にお渡ししている様子です。市に寄贈を始めて今年で41年目となる伝統ある取り組みです。寄贈の合計は1151着余りとなりました。2年次から徐々に応用的な学習に取り組みます。2年次には浴衣の制作を行います。浴衣の制作は全国高等学校家庭科被服制作技術検定和服一級の内容でもあり、資格の取得にも力を入れています。そして3年次の文化祭にて浴衣のファッションショーを行い、校内外の方にも披露しています。ファッションデザインコースでは各種コンテストにも挑戦しています。杉名学園高等高校生ファッション画コンテストに応募し、この3月に卒業した卒業生が受賞しました。これ以外にも様々なデザインコンテストに挑戦し入賞しています。これらは毎年2月に行われている長野デザインフェスタの参観の様子です。このイベントは長野県県教育委員会、信濃毎日新聞社の皆様をはじめ多くの協賛を得て行っているものです。ファッションデザインコースの選択生にとっては初めて本格的な舞台に立つ貴重な機会です。また県内のファッションを学ぶ高校生や協賛の企業の方との交流の機会でもあります。ここでの体験を得て3年次の学習へステップアップしていきます。昨年度は県教育委員会の事業の一つであるサイエンスアソシエーションプロジェクトに応募し、1年間サステナブルファッションと染めについて研究し、その成果を昨年度3月に信州大学にて発表しました。同じようにこのプロジェクトで研究した他校の皆様と交流することができました。 2,3 年の課題研究では特に探究的な学びをより実践的に仲間と共同して学習した成果を発表に結びつけています。この学びは企業や上級学校各種団体と関わり支えていただくことで成し得ています。続いてフードデザインコースの紹介をします。1年次では食物や調理に関する基礎的な知識技術を身につけます。2年次から徐々に応用的な学習に取り組みます。資格取得にも取り組んでおり、写真は全国高等学校家庭科調理食物調理技術検定の様子です。上段の写真は検定実施の様子、下段の写真は検定試験のテーマに沿って作られた生徒の調理作品です。地域の中での学習や外部の方々との関わりの中での学習にも力を入れています。左上の写真は筑摩市の特産であるアンズの収穫体験をさせていただいている様子です。また実際にアンズジャムの加工を行っている方々に教えていただきながら、右上の写真のようにジャムに加工します。左下の写真は地元のキノコ会社に協力いただき、キノコ工場の見学をしている様子です。秋にはキノコを用いたレシピを考案しコンテストを行っています。学年が進むと各自考案のオリジナル作品を持って各種コンテストに応募しています。石川県金沢市で行われている全日本高校生和食グランプリにはこれまで4回決勝大会への出場を果たしました。写真は昨年度のコンテスト作品で鹿をメインに使った献立です。審査員特別賞を受賞しました。昨年度行われた産業教育フェア福井大会クッキングコンテストでは、長野県産の食材を用いた丼を考え、最優秀賞である文部科学大臣賞を受賞することができました。またライフデザイン科の生徒が所属している生活科学部では様々なイベントを企画し挑戦しています。
昨年度は近隣の小学生を対象にお菓子作りの教室を行ったり、東京にあるアンテナショップである銀座長野にて高校生カフェを実施しました。こちらの写真は実際に高校生カフェで提供したプレートです。長野県産のものをふんだんに使ったプレートで約60名の来場者の方に提供し味わっていただきました。ライフデザイン科での学びは多くの社会人講師の先生方に支えられています。昨年度フードデザインコースでは製菓師の講師の方や日本料理の講師の方にお越しいただきました。ファッションデザインコースではファッションショーのためのウォーキングや着付け、デザイン画の描き方など講師の方々から学びました。専門的な技術の取得のため各分野のプロの方々にお世話になっています。学習に幅を持たせ多くの活動ができるのは講師の先生方の力添えのおかげです。12月に行われる作品発表会では3年間での学習の集大成としてパワーポイントによるプレゼンテーションやファッションショー、作品展示、お菓子の販売などを行いました。いずれも日々の学習の積み重ねの成果になります。このようにライフデザイン科では将来の職業を見据え、より高度な技術の取得を目指した学習をしています。一人一人技術の上達に向け目標を持って取り組んでいます。将来は食に関わる仕事やファッションやデザインに関わる仕事を希望している生徒が多いです。卒業生の中には実際にファッション業界で活躍していたり自分のお店を持つ方もいます。そういった卒業生の方にもお話を聞いたり教えてもらう機会が多く、卒業生との関わりも深い学校です。以上で八代南高校の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。どうも八代高校の、八代南高校の皆さんにご発表、ね、ありがとうございました。それではちょっと時間も押してますが、一つだけもし質問があるあるいはしたいことがあればお受けしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。今日はあの3校の皆さんにそれぞれ の, あの一生懸命学んでいる姿を発表していただきましてありがとうございました。次回でございますが、アドバイザーの方に、講演をしていただきまして、さらに、総合技術高校につきまして、学びを深めていきたいとこういうふうに思っているわけでございますが、県外の状況ももしできたらご紹介いただきたいと思っております。事務局の方で何か案があればご回答いただければありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。資料、次第の資料のですね、4ページを、ご覧ください。こちらはですね、第1回の講話会でお示しをしました講話会スケジュールになります。今、座長様の方からお話ありましたように第3回目のですね、講話会につきましてはアドバイザーの講演を予定しております。今お話ありましたように県外の状況と、ご説明ということでありましたので、その方向で、検討させていただければと思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の講話会終了させていただきたいと思います。ご協力をありがとうございました。それでは事務局の方へ力を進行しますのでお願いします。藤本座長様、スムーズな進行誠にありがとうございました。また構成員の皆様には、長時間の会議にご協力いただきまして御礼申し上げます。それではその他に移らさせていただきます。事務局から1点連絡いたします。1点目は、次回の講話会についてですが、第3回講話会は6月10日月曜日、6時から篠ノ井総合交流センターにて開催を予定しております。
調整が整い次第改めて開催通知のよりご案内いたします。こちらからの連絡は以上です。皆様から何かございますか。はい、お願いします。すみません、再びフレックスの矢島でございます。今日は最初の早野校長のお話、それから各校の皆さんの紹介、どうもありがとうございました。それぞれ大変素晴らしかったんですけども、それ以外にいろいろ質問させていただきたいこととかあったんですけれども、この時間配分ではそれが今日はできませんでした。次回はしっかり質疑応答の時間を取っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。他に何かございますか。千曲市の明石と申します。素晴らしいご講演、素晴らしい生徒さんの発表ありがとうございました。それが今日の会議事項の 1,2,3 とすれば、今の矢島委員さんからのお話がありましたように、4として意見交換とか提言とか、今日これだけの指揮者がいるわけですから、そういう時間を取っていただきたいとお願いございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。他にございますでしょうか。ありがとうございました。先ほどいただきましたご意見の方、また持ち帰らせていただきまして、次回以降に生かしていきたいと思います。最後に高校再編室長よりご挨拶申し上げます。本日は須坂創成高等学校の葉山校長先生から総合技術高校の先進事例といたしまして、現在の学びや取り組みについてご講演いただきました。その中で学科の融合の利点でありますとか、学びのためには地域の支援が欠かせないということ、また逆にですね、課題についても、触れられていたかと思います。また生徒の皆さんからは、各校の学びの様子について、紹介していただき、それぞれの学校の様子についてですね、理解が深まったものと感じております。ただいま多くの方から、ご指摘ありました通り、せっかくこういった場で、講演いただいたり、生徒の皆さんにそれぞれ、一生懸命発表していただいたところで、実際にですね、質疑応答の時間を十分にとって、直接、お答え していくべきところだと、こちらでも認識しております。大変申し訳ございませんでした。本日ですね、この質疑応答の時間が十分取れませんで、お詫びするとともにですね、お手元に冒頭担当の山崎から、お伝えしましたように、質問、ご意見、そういったものを、ぜひともですね、お寄せいただきたいというふうに思っております。こちらの方に、お寄せいただいた、例えば、須坂創成高校のこういったところはどうなのかと、いったご質問につきましては、改めて、葉山校長先生と、連絡を取らせていただきまして、次回の講話会のところで、お示しできればというふうに思っております。またですね、本講話会、総勢35名の皆様に、お集まりいただいております。時間のないところで、限られた方のご発言しかできないということも、こちらの反省として、十分認識しております。今後の意見交換の場に、おきましてはですね、グループ、いくつかのグループに分かれて、その中で、意見交換ができるような、場等も、設定していきたいというふうに考えております。次回は、先ほども、担当から説明ありましたように、県外の先進事例について、アドバイザーをお招きして、ご講演いただきたいというふうに思っております。
その中でもやはり今日と同じ形で多くの聞きたいところ、もっとこんなところはどうなんだといったところあると思いますので、そういった時間の方が十分取れるように配慮していきたいと思ってまいります、思っておりますので、そのような形で持ち帰らせていただきたいと思っております。今後もですね、皆様と意見交換を重ねながら共通の理解を持ち、進行で学ぶ生徒を主体としたですね、良い学校づくりについて一緒に考えてまいりたいと思っているところであります。本日は遅い時間まで誠にありがとうございました。以上で第2回長野地区間長野地区間総合技術振興再編実施計画本話会を閉じさせていただきます。ありがとうございました。